じゃあ行きますよ。はい。じゃあすいません、トロゾウさん、はい、タイトルコールお願いします。あ、クイズ日常ゴーンでトロゾウさん消える。なるほどね。じゃあ、はい、行きますよ。はい。第2回違う、早い。早すぎるわ。第2回チキチキ懐かしの動画で我々は何言ったクイズ日常ゴーン。イエーイ、始まりました始まりました。第2回日常ゴーンです。こんにちは。いや、今回はですね、まあ今回からっていうかですね、うん、この日常ゴンでは毎回ね、司会、お前の股間ずっと見てんだよ俺ね、わかる。ずっと股間見せられてんのお前の。日常ゴンは毎回司会が変わると、ね、まあ、今回は僕が、用意しました。お、めっちゃ時間かかりました。ほう、作るの。え、どのくらいかかった、はあ、ちなみに今日の2時ぐらいから始めたから。今日ってマジでダメなんだよ。まあそんなクオリティ高いのじゃないんですけども、一応用意してきました。なんかこのマップ自体もなんかアップデートされてません？そうなんです。落ちるようになりました。さっきね、トラゾーさんが落ちましたけど、この全席落ちますこのボタンで。でまあ一問は最初ジャブ程度で、タイトル。あ。この動画のタイトル、動画のタイトルです。なるほど、ね、その動画のタイトルが何が入ってたかっていうのを言葉を当てはめてもらおう。なるほど。最初はあ、まあさ、最初はね、どの動画かっていうのをね、まず見てもらいたいと思います。はい、行こう。はい、ペイント。あー可愛らしい音だ。俺たちに来るはずじゃなかったんだ俺らは。この死神ってやつが銃の安全装置を外してなかったから。なんて撃ったことないんだもん。まったくこんなとこに。はい、ここで問題です。はい、はい、何何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 何。はい、この丸の中に入る言葉を皆さん考えていってください。はい、はい、待って、はい、説明させろバカお前。なんでキャンセルです今のは。答えください。もう答えていいと思ったよ僕も。ポイントの説明してなかったんで。あ、なるほど、ね、一応ヒントあります。ヒントを用意してます。あ、で今からヒントなしで答えてくださいって言うけど、そのヒントなしで答えた場合なんと、はい、2PP もらえます。PP、 そう、ペイントポイントです。ポイントペイント、ポイントペイントでもまあ間違ってはない。とりあえずヒントありだと、1ポイントで、なしだと2ポイント、はい、この問題は。なるほど。いや、じゃあこれヒントなしの方だから、まあ、まずだから今からヒントなしで考えてください。さあ、どこでしょうか。え、回答率少なすぎる。ちょっと待って、はい、トラゾーくん。おいおい、はい、トラゾーくん、なんでしょうか。はい、名古屋の刑務所。あのね、今んとこみんなゼロですけど、次からマイナスします。マイナスする。マイナス。ピンポーン。はい、別に押してない。刑務所。ちゅ、何こいつマジで。しげみくん、これはいやマイナス1です。マイナス 1PP。 癖の丸い。うわー、しげみさん、癖の強い、正解です。お前マイナス 0.5 だからね、それでも。そうじゃん。じゃあ第2問、はい、いきます。選手が入場し、毎試合恒例のビートルート巻きが行われます。ちなみに会場に巻くビートルートはただのビートルートではなく、特別の聖水で作られた清水のビートルートなんです。この公式超次元相撲は、はい、ここで問題です。もうなんかちょっと自分が甘噛みしてるのが気になっちゃって。みんな大好き、超次元相撲、超次元相撲ね。さて、一体何の提供でしょうか。はい、ピンポンピンポン、ピンポンピンポン。はい、クルナさん。よし、
ビートルート教団。まあ路線は合ってる、路線は合ってる。はい、虎蔵さん、これはさ、はい、ビートルート巻きじゃない？はいはいはい。だからこれを作っているビートルート農場。あーおーうーんうーんうーんうーどうしたどうした。いやこれはもうほぼ正解です、うん、ほぼ。いやもう、いやもうこれも、いや多分思いつかないと思うんで、もう正解にしましょう。おめでとうございます。おめでとう。トロさん正解、ゴーペイントポイント。ビートルート農場の前に何かちょっと決め台詞的な、うん、あなんか提供だからだ、提供だから、ね、ちょっと見てみますか。この公式超次元相撲は明日と生きる野菜ビートルート農場の提供でお送りいたします。正解の演出ぜということでね、正解は明日と生きる野菜ビートルート農場ということで、まあ、トラゾさんもうビートルート農場当てられたので正解おめでとうございます。イエーイ。ゴーペイントポイント。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようございます、クロナでございます。ええトラゾです。えはい、ここで問題です。は？まあ、クロナーさんが大活躍したアルティメットチキンホースだったんですけども、その最初の挨拶で、うん、まあ、ちょっと死神くん独特な挨拶をしたんですけども、なんて言ったでしょうか。ヒントなしだったらなんと10ポイントポイントです。おー、マジで。なんかやばい、死神さんの挨拶聞きすぎて、ホースの、うん、なんか生物の声真似をしてるんじゃないかな。なるほど。いやでもその時は俺、はい、声真似で、はい、なんかピャピャ言ってた気がする。違います。な、はい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 、トラゾーさん、なんかあっちょっぷりみたいな。あー違います。死神さんなんかそれっぽくやってみたら、挨拶再現みたいな感じで。あーはい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ベンでございます。クロナでございます。うおぉ、靴下が食べたい、死神でございます。ヒント出します。しょうがない、ヒントヒント、はい、ヒント、はい、じゃあヒントいきます。泣き声に近い、泣き声に近い。はい、このさあ考えてください。やっぱ泣き声タイプだったんだ。ピンポン。はい、じゃあこれもう一回やります。ブジュジュブジュジュブジュジュ。あ、近いけど違います。ブジュジュが近い。もうでももう近いんで、もうそろそろ回答権みんな一回ずつにしたいと思います。死神さんが当たんないってことはやばいよ僕ら。やばいよ。ピンポーン。翔くん、はい、どうぞ。マジ怖い。お、お、いやー。それお前富士急行った時の俺じゃねえかよ。はい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 、トラゾーさん。おおおおおそれもそれも富士急の時の俺です。はい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 、黒田さんどうぞ。ちょっとちょっと待って、こうか、うわぁうわぁうわぁ。誰誰分からん、俺か俺か。答え、じゃあ答えいきます。じゃあお願いします。はいはい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。クロナでございます。お新宿電卓でございます。ちょっと待って、自爆の俺一番いい答えられた。何言ったんじゃお前は。いやー、惜しくも正解者おらずということで。何言ってんの、何言ってんの。まあ、ブジュジュっていうね、ちょっと濁点が入った近いものは出たんで、ブジュジュも言ってた時あったよね。でも近いものは出たんですけども、まあちょっと残念ながら。ということで、じゃあ次いきます。デスゲームが始まる。私は怖いんで、じゃあ中央ら辺とか行ってみます。ここら辺ね、じゃあいきますよ。はいはい、ということでここで問題です。マインクラフトの日常 Z パート7でですね、まあみんなでネザー探索したわけですけども、はあ、突如この、うん、まあ砂利あるじゃないですか、うん、砂利を使ってデスゲームが行われるわけです。で、はいはいはい、クロナーさんと死神くんがバトルしてるわけなんですけども、うん、さて誰が落ちるでしょうか。
皆さん答えてもらって誰か、うん、最終的に答え合わせしたいと思います。え、じゃあもう押さないで答えていいですか？あ、答えですよ。あえて問題にするってことはペイントさん。おお。でもね、俺ね多分ね、はい、撮影してんのこれ俺なんだよね。ワンちゃん俺してんの可能性ある。いや、これ俺です。あ、違うか。あれ、なんか全部崩れそうになった。なるほど、ありそうようになったんだけど、結局2人とも落ちなかった。なんだろうな、俺なんかこの時の記憶かすかに覚えてて、お、あの時こう目の前が真っ赤になったら気がするんだよな。だから俺、あ、クロノアさんが落ちたと。え、しょぼんみたいなリアクションあったような感じするんだよ な。早速確認していきましょう。よいしょ。意外と平気なんだね。そこだって大丈夫ですね。そこまだ安全圏だもん。端が安全圏じゃない。え、そこ攻める。下の下の段階。おっと。男だな。すげー。違います。え、え、私知らなかったし。すげー。あのね、お前すげーな。あのね、あの、いや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 、それはおかしいな。それはおかしいだろ。問題がおかしいよ。おかしいだろ。おい、ちょっと待って待って待って、おい、いいだろ。おい、おい、これどういうことだい。え、これはつまり2人とも落ちたということです。落としただろ、2人目は。ちょっと、レンテ、一回待ってます。なんでなんで。いやいやいや、あー。ということで、今ポイントリードしてんのか。え、さっきの何ポイントだった。あ、30ポイント。あ、でも正解者がいなくて、いなかった、いなかった、もうゼロです。じゃあ俺だ、5ポイント。はい、じゃあ30ポイントって何。なんか言い触れしてなかった。なんか最初あんまり言ってないの。ちょっと最初 0.5 とか言ってたんだよ。あれ、すげー、最初の問題です。いや、まあまあまあ、次な、何点かね、はい、聞いてから考えよう。じゃあ次の、ラスト問題なんですけども、はい、5ポイントで帰ろ帰ろ。帰ろ。俺最終問題の時間じゃねえぞあれ。お久しぶりです、お久しぶり。お久しぶりです。何もかもが久しぶりの世界。あー、バグってモンスターハンター。モンスターハンターってモンスターハンターってなって、モンスターハンターになってる俺。なんでこっちの出たの。やった、僕もモンスターハンター。だからモンスターハンターです。モンスター違う。モンスターハンターだって。僕のためにはモンスターハンターだろ。違う。俺がルール。わかる。俺がサーバー立ててんの。はい、ここで問題です。はいはい。まあね、マイクラのベータ版みたいなものをね、のでサーバーを立てたら、ちょっといろいろ面白いバグがね起きたわけですけども、トラゾーと死神くんはモンスターハンター。うん、で、そして僕はモンスターハンターですけども。クロナーさんは何でしょうか。はいはい、トロゾくん、モンスターハンター。正解です。おめでとうございます。帰ろうぜ。なんでなんで。おい、待って待って待って。じゃあ、じゃあ答えちゃんと、ちょ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 ちゃんと VTR 見ようよ。じゃあ答えね。はい、まあ、じゃあクロノアさんの世界ではどうなってますか。モンスターハンター。モンスターハンターだよ。じゃあモンスターハンターです。そうだね。はい、ということで、モンスターハンターでした。嘘だろ。いや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 、なんか1分残ってるぞ。どう、1分残ってるだお前。あ、これただの暗闇です。あれ、待って、ん、え、な、待って、え、ちょ、待って、なんか聞こえません。え、なんか聞こえない。始まった。え、待って待って待って、え、ちょっと待って待って、動画見て見て、動画見てて、ちょ、待って待って、なんか聞こえるって。来てて、見て幻聴か。え、なんか聞こえるんだよね。ボーナスチャンス。ボーナスチャンスです、皆さん。前回が容易に予想できたわ。なんと次の幻の第6問、これもうなかなかない。ち
ほら長引かせたから伸ばしたからこのボーナスチャンスが出るなんてもうなかなかないですよ、本当に皆さん。もう本当あなた、ね、運がいい。はい、初めてでしょ。いやこれなかなかないです。でこの問題が成功したら、これ答えたらなんと、うん、100PP です。おめでとうございます。なんかもうちょっと言ってほしかった。いや1億です。もう一声もう一声一軒一軒です。一軒で一軒もう一声一十百千万億兆億外一外一外です。じゃあ皆さんね、もう最後クルナさん下克上のチャンスですよ。いや確かに。そうだから俺もだから最後まで見てって言ったわけですよ。続きも僕とね、しげみさんはね、モンスターハンターなんで。え、じゃあ俺だけなんか言語に乏しい人なんで。クリーパーに何されたんですか。わかんない。クリーパーにレタって。ちょっと待って、俺の中でクリーパーにされびっくりマークってなってる。じゃあ朝になったし、新要素のとこ行くかい。オッケーオッケー。俺サレミンだから。サレミン何人のここに。え、俺レタミンだけど。え、しげみくん。僕ははい、ここで問題です。死神くん、死神、待って、ちょっと待って、言わせろ。死神くんは何民でしょうか。はい、死神さん。サレタ民。正解でーす。優勝おめでとうございます。やったー。いや皆さん頑張っ、もうギリギリの戦いでしたね。どうですか、クイズ振り返って。うーん、近い首かな。なんでミントさんの MVP のところは、うん、まー君たちはね、僕に文句言いすぎなんですよ、僕が言うことに。いや面白い、いやめちゃめちゃ面白かった、ね、本当に。面白い面白い。え、本当ね、言っていいですか、本当とかさ。ということで、また第3回目で会いましょう。さようなら。さようなら。ちゃんと言わないとペイント、あれ。ということで、あの、ほら、日常が終わりみたいな感じで。俺叫んだよ、確かに。ワンの。はい、ということで、日常論でした。さようなら。なに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 、なんか違う。なんでだよ。じゃあトラゾン、じゃあちょっと見本見してよ。ということで、第2回チキチキ懐かしの動画で我々は何言ったクイズ日常でした。バイバーイ。バイバーイ。